マシニングセンターによる、切削加工切削加工は、切削工具類を用いて、対象物を切り、削る加工方法である。除去加工とも呼ばれる。なお、大きな外力によって、対象物を変形させて、目的の形状を得る蘇性加工とは区別される。本校では、切削における、物理現象などを中心に、各種切削手段の共通の点に関する説明を、行い、 多様な切削工具ごとの個別の事情は扱わない。切削工具と切削加工を行う機械については、切削工具を参照のこと。切削加工は、金属加工を中心に、木材加工やプラスチック加工など、多様な造形作業において、一般的な加工手段である。多くが機械力を利用した、専用の工作機械と、多様な専用工具によって行われているが、 カンナやノミのような人力機による、切削加工も行われている。切削加工時の先端部側面概念図切りくずの4、累計加工部では、切削工具の刃先によって、非加工材を物理的に切り込み割り裂いて、非加工材の一部を削り出し切りくずとして排除しながら、刃先を連続的に押し進める。非加工材が無理なく、削り出される程度の深さで工具の刃先が入ることで、 切りくずとなって除かれる非加工剤の断片が、刃先から非加工剤の表面まで伸びる先断面によって、破壊を受け、すくい面の上を滑りながら変形を起こして、最終的には非加工剤から除かれる。非加工剤の材質や加工法、墓たち、その他の切削条件によって、切りくずは多様な形状となり、特に、 工具の刃先先端部に非加工物の一部が張り付いて刃先のように振る舞う構成刃先と呼ばれる現象が起きるとこの部分が成長しては剥がれる周期的な経過を幾度も繰り返すために加工面を荒れさせる原因となるため好ましくない切りくずがスムースに連続して生じる流れ型が最も加工面が美しく仕上がるが材質によってはそれ以外の形状となり 柔らかな材料や変形しやすい材料では、洗断型やむし入れ型になり、脆い材料では、亀裂型になることがある。検索加工も微小な塗料が非加工材を、切削していく点では切削加工と同じ原理である。ありがとうございます。